今日は2019年6月15日ですね。これはオーストリアのウェールズというところで開催されています、ヨーロピアンドッグショーですね。これはパピオンのリングに来ています。パピオンのリングに来ています。かわいいですね。セキュパピオンはそうですね、とても女性的な犬たちですね。日本でもとても人気の犬種ですね。僕がビデオカメラを構えて撮り始めると、みんなすごいなんか協力してくれて、その犬たちを可愛く写して、見せてくれようとするんですけども、なんかその出してもらえると思うのか、まあなんかね、こういう大きな読書だと、テレビの人とか、なんかマスコミの人とか、あるいはなんかその他のその犬の関係の何かメディアの人とかもたくさん来てますから。まあ、アジアのそういう国のそういう人と間違えられる場合がありますね。これはメスですよね。メスですね。カテゴリーがメスの方に入ってますね。すごい可愛い顔してます、ね、何かを期待して、確かに可愛いですよね。
だった。あの子は1位ですね。すげえ喜んでる。すごいスパンコールのキンキラキンの服着てましたね。ものすごい数のパピオンがいますね。いやまあそこまでなの、まあでもパピオンは小さいからすごいたくさん、もう所狭しとパピオンがいますね。ここはアームスタッフと一緒にパピオンがいます。パピオンの、ヨーロピアンドッグショーのパピオンの服を着ています。ここはそうですね、今これ、34番リングなんですが、でここは11番ホールなんですね。20いくつまでホールがありますね。ホールが20いくつまでありますね。今向かい側ホール20って書いてありますよね。こんな感じでホールがたくさんあります。さっきのよし、じゃあちょっとそうだな、止めましょうかね。あ、リベラフェミナ、ちょっと止めましょうかね。でカテゴリーが分かんないんですけど、多分パピオンのどうなんですかね、オーストリア今回は数としてはどうなんですかね、多いのかな。いつかすごいパピオンを見た時があったんですけど、ワルシャワでしたっけね。確かあの時もワルシャワのヨーロピアンドッグショーだったんですが、ワルシャワのヨーロピアンドッグショーだったと思うんですけど、あの時もずっとパピオンをちょっとしばらく撮ってた時がありましたが、しばらくというか、ずっとパピオンを撮ってた時がありましたが、綺麗ですよね。あの尻尾の毛もふわふわふわってして、
ああいう風じゃないとダメでしょ、パピオンは。ほら、まあ絶対あれがいい、絶対あの犬がいい、まあ、間違いない。7323、7323です、あの女性7323、これ7323。もういい、あの犬が絶対いいですね、間違いない。うん、それかあの茶色の犬か、もしそれ以外の犬を選んだら、ジャッジが間違ってますね。この犬がいいんじゃないですかね。パピオンはこのなんていうかな、この動くたんびにこう尻尾の毛がファファファって動くじゃないですか。これがすごい綺麗ですよ。だから今夏がもう暑いから、それとそのほら年齢によって、まだ若い犬だとあんまり毛が伸びてないみたいなこともあるんじゃないですか。あと暑いから毛が抜けているみたいなこともありますね。だからこういう犬ほらちょっと毛がないじゃないですか。だからそういう意味じゃ、そのほら時期とか年齢とかにも年齢とかによって、その季節や年齢によってそのちょっと違うから、やっぱ難しい部分がありますよね。ああ、あの犬もいいな。これ。あ、もう全然見えない。こっちだ、こっち。あの7322の7322これこれでもいいんじゃないですか。おお、あれが1位だった。あの犬が1位だった。カラーなんかジャッジおかしいんじゃないですかね、この人。絶対違う。なんかこの黄色シャツの、黄色のシャツのこのジャッジの男性、これちょっと多分近所のおじさんかなんかやってますよ、これ多分。あの犬がなんか綺麗に見えるからみたいな。絶対違うと思うけどな。いや、まあ、あんまり分かんなかった。あんまり分かんなかった。うん。あ、なんかいっぱい出てきた、いっぱい出てきた、いっぱい出てきた。なんでか、パピオン止めよう、ちょっと動画止めようかなと思ったんですけど、また出てきました。
すっげえくるくる回ってる。メスのチャンピオンクラスですね、これ。この犬いいんじゃないですか、この女性の犬。この人プロのハンドラーですね、間違いない。この人はプロのハンドラーですね、間違いないですね。すごいなんかいい感じでやってますから、ね。なんかこの衣装もすごい綺麗だし、すごいこの人プロのハンドラー。あ、犬もすげえいいな。この人の犬がいい、この人の今いい、この犬がいい、この犬がいい。あ、この人ドイツのハンドラーなんだ。あ、そうか。いや、すいません、失礼しました。あの、知ってます、この人ドイツのハンドラーだ。この女性ドイツのハンドラーですね。なんかすげえ犬がいいなと思った。衣装もなんかすごい綺麗ですよね。なんか、うん、いい感じですね。かっこいい、落ち着いてて。これ一頭ずつまたジャッジするのすげえ時間かも。でもこのほら、あのおじ、アジャッジはおじ、近所の酔っ払いのおじさんです。だから酔っ払いのおじさんがどうやって選ぶのかがまあちょっと問題なんですけど、本当に正しいのを選べるのかどうかというのはちょっと問題ですけど。これ流れてる流れてる流れてる。違う、そっちじゃない、こっちに来い、僕に抱きしめさせろ。そして向こうに、ほらね、向こうに行って犬はすごい可愛いですね。あ、この犬すごい綺麗なんじゃないですか。この犬綺麗ですごいいいと思うんですけど、
あ、この犬いいんじゃないですかね。この犬すごいいいと思いますね。すごい綺麗だと思いますね。あ、これチャンピオンクラスだから全部いいですよね。チャンピオンなんだから。あ、これすごいいいな。この犬すごいいいですね。あ、これがいいな。この犬がいい。すごいいいと思いますよ。このドイツのハンドラーもいいの、すごいいいと思いますよ。まあ僕が言わなくても、もうパピオンの専門の人だったらもうすごいわかるんでしょうね。もっとね、僕なんかよりもはるかにわかるんだと思います。ほら、すごい、パピオンのほら、この犬の目のほら、これすっげえ可愛いですよ。
目がすごいです。だからやっぱこういう表情をこういう表情をさせるっていうのがねやっぱね一つのもう技術なんですよね、ハンドラーのね。犬がもうすごい生き生きとしてすごい素晴らしく見えるじゃないですか。これがねやっぱハンドラーの技術ですよね。プロのハンドラーの素晴らしいと思いますね。まあプロじゃなくてもハンドリングが上手な人の技術だと思いますね。まあプロのハンドラーはそれをまあものすごくうまく表現できるっていうことですよね。そういう技術があるということですね。このおっちゃん酔っ払ってますね。このおっちゃん酔っ払ってますね。まあでもそのショーを楽しんでる、ジャッジを楽しんでるという分、うん、ことに関してはすごくいいと思いますね。嘘でしょ、マジで絶対酔っ払ってるよ、あのじいちゃん。ちょっともう絶対間違ってる、もう絶対間違ってる、もう止める。こんなバカバカしいジャージなんか飲みない、クソバカバカしい、絶対違う。